ヨーロッパチャンピオンズリーグで、レアル・マドリッドがまた優勝してしまいました。大会最多14度目ってのすごいですね。してしまいましたっていう、どういう意味ですか？私あんまり強いチームって好きじゃないんでね、基本的に。優勝たくさんするチームあんまり好きじゃないんですよ。ジャイアンツ嫌いですか？もうそれはもう言うまでもなくですけれどもね。やっぱりレアル・マドリッドっていうのは優勝しても仕方ないぐらい強かったんでしょうか。いや、あんな勝ち方して何が面白いんだと思って僕は結構思ってますけどね。初めて優勝を狙うチームだったらね、もうどんな手を使っても優勝したいっていうのも、それこそもう十何回も優勝してるチームがね、はい、あんな守備を固めてカウンター一発を決めるって、ちょっと許せないな僕は。さすがといえばさすがなんだけどね、はい、ただもうちょっとちゃんと戦ってほしかったなって気がしますけど、ね、なるほど。ノーボーダースポーツでは話題のスポーツニュースをオペエド視点でお届けしております。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。